とことんやりくん、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今シーズンのタワー、11階のボスがテンペストゴーレムですよね。あいつをワンパンで倒す方法、一つ動画に出しました。で、もう一つワンパンで倒せる方法があるらしいんですよね。今日はそれを実践していきましょう。1回の報酬で怒りですね。この怒り、エンチャントに痛みサイクルがついてます。5倍ダメージが出るんだよね。これでワンパンをするっていう感じです。3回報酬、虚無の矢筒ですね。4回報酬、ドラですね。そして7回の商人で、エンチャント入れとこう。痛みサイクルを3入れて、ガースト入れとこうか、1ぐらいね。で、怒りを上げる。84まで上がりましたね。攻撃力が2039。5倍で1200ぐらいか。1200。だったらば、ドラで2倍。影の断片は使わなくても良さそうだね。ドラと虚無の矢筒だけで、いけそうですね。10回報酬。影の断片も一応持っていく？いや、一応持っていくか。では、行ってみましょうかと思ったけども、影の断片の、ソウルが、全然足りてないわ。ソウルが足らん。打てない。なので、影の断片使うならば、ここの雑魚戦で、とにかく、数倒さないと無理っていうことだよね。それはちょっとめんどくさいな。多分、影の断片なしでも、いける気はするんだよね。どうだろう、とりあえず痛みサイクルを、調整しながらいきましょうか。この痛みのね、調整がちょっと難しそう。やば、ちょっと待ってよ。あとちょっとか。いや、これ難しいわ。調整が、難しすぎる。オッケー。いや、でも、なんとかやっていこう。あと4回振ればいい。4回。いや、倒しちゃうな。ちょっと待てよ。ちょっとこれは難しい。調整が。あっち側回復しさを。回復した。いや、調整むず。なんだかんだしてるうちにソウル溜まったわ。だからソウル溜まりましたわ。これならいけんじゃない？ OK、 いってみます。虚無ドラで、それいくわ。11万7000ダメージを与えてましたね。かなりオーバー。4万8000でこいつは倒せるので、影の断片は必要ない。影の断片なしで、ドラと虚無の最大倍率で倒せるっぽいですね。ただ痛みサイクルの、ダメージ調整がちょっと難しい。難しいというかめんどくさい感じですね。でも、これでも、ワンパンできます。ウィザーを着たい人はこっちで、いいんじゃないですかね。この先に行くと、別の武器も出てきますので、ゴーレム用の怒りとして使っていいんではないでしょうか。では、本日はコメントありがとうございました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。